はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていきます。サービス終了までねあと1週間あと4週間っていう感じですかね。今回はねさよならということで無課金でもね溜め込んだ転生コインがね今3枚かな、でも多分5枚あるので、で確かねビンゴが終わったんだよな。そう。はい。ビンゴ終わったんで、転生コインね、ゲットになったんで、4枚。コンプリート。で、あとは、国取りの方でも、あ、ごめん、今やってんのか。ジバニャン金貨でね、これ今、ジバニャン金貨たくさんゲットできるんですけど、ここでね、まあ、フェスコインもやっていいんだけどな。はい。転生コインね。ゲットしましたんで、ゲットできますんで、これね、交換で5枚やっていきたいと思います。フェス群マシンコインも回しちゃおうかな。なんかでもこれちょっと後でな、最終の時に。まあいいや、これもちょっと回しちゃうか。はい。ちょっとあんまり減らすとくと後で、あれなんで。あとキャンペーンがね、今やってるので、これで最後もう1枚。いや、これ交換できるのきついな、はい。最後これいければいいなっていう感じですかね。はい、じゃあやっていきましょう。ちなみに限界突破ね、国取り今限界突破が、なんか、あれだな。編成が、この3つになりますね。はい、ここまで来ました。あとはもうついに4凸まで来ましたね。ちょっと国取りで勝ち目にあると、かなりの強化になりますね。ありがたい。本当にありがたい。うわ、支部がどんどん強くなるな。支部もね、まさかこんなに突れると思ってなかったから、ナタもね。ナタも多分、始まりの湯ね、転生妖怪なので、ご突ね、もう行ってる方とかいらっしゃると思うんですけど、討伐戦頑張ってね。いやー、すごい。こんな最後に4凸一気にしちゃったって感じで。レベルが全然追いついてないね。はい。まあ、こんな感じで、最後ね、楽しくやってる感じですかね。はい、じゃあ、回していきましょう。まあ、ちょっと転生コインとかでね、お茶を濁しながら。ちょっとこの辺ね、ほんと、回すのめんどくさいんだよな。一気に回せないんだよね。ちょっとじゃあ、ちょっとこのレベル10コンコインもね、これも国取りでね。ダイトを取ってると思わせるかな。あ、不思議プリッチ来たね。今、特にプリッチ今ね。あ、必殺技か。結構いいのが来ないんだよな。これ何なんだろうな。欲しいやつが全く来ない。全くないけど全然来ないって感じかね。あとは小生コインとかもね、ちょっと適当に消費しつつ。あ、ブギシュラコも。これはもう、絆行きですね。交流ポイント。ガシャ妖怪たちはね、基本的にあんま嫁れないので、小生たちはみんな、交流ポイントにしちゃってね、他のレあれを爆上げしたいと思います。小生イケメン系もまあ強いキャラだけど、もういいかなって感じですね。はい。まあとにかくね、絆がね、もうね、めっちゃできるんで、これね、ちょっとあれだね、余計なことしたな。転生はともかく小生か、小生妖怪は、もう一度ほとんど、この、ガシャ妖怪以外は全部ね、エンマだけでも、こんだけになるんで、まあね、こんな感じで最後エンマ系は全部ね氷ポイントにして交換しようと思ってますと。で、なんだっけ、なんかもう一個いけたな。限界突破もう一個いけたな。なんか小生うすら影牛ソルカも貫突だ。まあなんか小生の貫突の価値が下がっちゃったね。転生がもう貫突しまくりだからね。はい、ごめんなさい。ちょっと、いつものごとく脇道をそれちゃいました。転生コイン、ちょっと楽しみだな。マジ楽しみだな、転生コイン。あ、もうちょっとごめん、この辺も回しちゃうね。あ、そうか、たち。最後、10連とかやってみたかったけどね。まあ、いっか。はい。最後、10連とかにするか。ちょっとこれは、ちょっと、いや、10連じゃなくていいや。いや、あんま変わんねえよ。もったいぶったってしょうがねえってね。はい、よいしょ。
行ってこい。調整を確定なんだ。ああいいコインだ、いい眺めだ。持ってないの。おお、お前か。まあ基本的にね、さっきも言ったけど交流ポイントにしちゃう予定です。おお、ノルソルサンタ嬉しいな。これはさあどんどん行きましたよ。これはね、最後にね、持ってないやつをね、最終日近くなったら埋めようと思います。さあ小生グマシンコイン行きましょう。6枚か5枚。まあいいや、5枚だね。あ、これ転生だ、ごめん、これごめん、最後にやらせてくれ。これなんでいちいち全部上に戻るんじゃいってね。これですね。これは一般のグマシンだからそのままいっちゃいましょう。もういいや、まあ持ってないのはないんでね。ポン、ちょっと1個ずつ生かしてほしかったけどね。まあはい、これは随時貫突させてますね。さあフェースいきましょう。フェースがちょっとな、ほんと持ってないの来てほしい。もう交流ポイント使えるからとにかく持ってないの来てほしい。これこいつらによっては今倒せないやつらとかが倒せるかもしれなくなるので、これが一番重要なガシャなのかもしれないけど、まあ今んとこね、黒田官兵衛があと少しで、あと絆800で貫突になるんでね、黒田官兵衛が五突にしたら、はい、楽しみにしたいと思いますね。よいしょ。おお、ハロウィン大凶ちゃん。私は大凶、精一杯お支えします。いいね。持ってないやつ。持ってないの。おお、サンタソンキャ、これもいいキャラだね。サンタと水着はいいよね。あ、水着か。おお、こっちの核か。なるほどね。まあ新用クーマシン3体か。水着は貫突してるんだな。さあごめんなさい、お待たせしました。転生コインで終わりにしましょう。5枚ですよ皆さん。結構ね、ちょっとごめんね、持ってないの結構いるんよ。あれ、どっか選べるなかったっけ。選べるなかったっけ。あ、ないのか。いいな、持ってないの結構多いんよ。なので頼むぜって感じでね。この前ベニマル出ました。メインアカウントはフーニャン信長出ました。これね、ちょっと無課金サバ缶の方なんだけど、持ってないの、とにかく持ってないの。課金妖怪はしょうがないとしてもね、それ以外は貫突したい。さあ行ってこい。ウェイウェイ、なんかいろいろなカプセル。おお、転生キュービー防衛に使いたい。キュービ純育結構埋まってねえな。 G の方か。おお、転生キラコマだ。不思議ガシャか。これネタバレないのか。おお、おいちさん、やったー。このアカウントもおいちさんゲット。いいね、やっぱいいね、いいね。もうあんなに埋まってないのか。あー、最後ね、不思議ガシャでしたね。不思議が3体も出てしまいました。はい、でもまあいいんじゃないですかね。はい、そんな感じでちょっとね、最後の方に、最後なのにめっちゃ盛り上がってますが、個人的にはね、はい、限界突破、さっきも言いましたが、黒田官兵衛がね、あと少しで貫突するので、ちょっとごめん、転生だ。明日にはいけんじゃないかな。ただ明日はもうね、新イベント、あと800ですね。もう別に
絆ぶっ込んでもいいんだけどね、はい、まあ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 いいでしょうという感じで、はい。で一応ね、お市さんゲットできたんで、これはこれでね、嬉しいですね。お市さん、なんとかね、超お守り。まあね、ネネがいるから超お守りもあれなんですけど、まあこういうのにね、はい、交流ポイント使いたいと思ってます。で、あと、キラコマサンタか、懐かしいな。ストーリーあるんだな。ストーリーどっかでね、なんかどうせもう消えちゃうだろうから、ストーリーね、どっかで記録残したいな。趣味が、めんどくさい趣味だね。打ち消しガードだね。はい。キラコマサンタ。そしてね、みんな大好きキュービだね。これもなんかどっかでやりたいな。地帯があって、防衛でね、みんな使ってますね。で、おまけの、小生ノルソル。これはね、打ち消しガードの超過護で昔はね、すげえキャラだったけどね。はい、そんな感じですね。限界突破が普通だな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。まだね、あと4週間あるんで楽しんでいきましょう。はい、じゃあすいません。また会いしましょう。さよなら。飴がね、まだ足りてねえんだ。全然足りねえよ。もう間に合わないね。